球のみんな、自撮りよくするかい？自撮り。俺はね、あんまり好きじゃないね。自撮り。こうね、カメラを自分に向けて。なんかね、自撮り嫌いなんですよね。なんかもうね、気持ち悪いね。僕あの、自撮りがちょっとね、あんまり好きじゃないんですけども、こうね、スマホのカメラあると思います。で、このカメラの機能、パシャッと撮りますと、写真撮る人にはわかると思うんですけども、画角がね、ちょっと狭いんですよ。もっとね、広く撮りたいって思った人、ゆっくり見ると、画角画面がちょっと狭いんで、もっと広ければいいなと思った人、たくさんいると思うんで、そんな君たちに今日は朗報だ。ロフトで買ってきました。こちら、各種スマートフォン対応のユニバーサルクリップレンズ。簡単に言えば、スマホにこうやってつけるレンズみたいなやつです。レンズのね、画角が広がるんですよ。これなんか魚眼とかね、これワイドな画面とかになるんで、普通に iPhone とかで撮るとこういう感じなんですけども、これをつけるとこういう風に広く撮れると。こういうとても優れたものが今売っています。すごいすごいすごい。交換用のレンズもついてる。これで一回写真撮ってみます。あー、画角は全然広くなります。もうこれさえあればね、結構広く撮れると思うんですけども、俺はもっと、もっと広く撮りたい。お前たちもそうだろ。こんなごときで満足してちゃまだまだのんのんのんですわ。あ、ちなみにジュースは飲まないから炭酸水で我慢してます。もうこういう感じだよ。で、これ一つだけつけてもこれだけの画角で撮れるならば、この魚眼レンズをたくさん重ねて撮ると、おそらくスマートフォンの限界までの画角の広さになると僕は思ったので、今回スマートフォン用の画角が広がるレンズを5個準備しました。画角の広がるレンズを重ねて置いておくわけですよ。そうすると多分なんですけども、もう写真1枚撮ったらね、もう360度カメラみたいになると思うんですよ。いや、間違いない。もう俺の第6感がそう言ってるから、とりあえずレンズ全部出しましょう。問題はこれをどうやって重ねるかなんですよね。これ重ねてやっていくか。あ、来た来た。みんな来たぞ。これが今最高の画角。あー、これがスマートフォン。もうこのレンズはもうめったに見れませんからね。ダーアンビシャス。もう撮りましょう撮りましょう。これがスマートフォンの最高峰の画角です。ご覧ください。いきます。はい、チーズ。その写真はなぜか周りが黒く、写ってはいけないものが写っていた。周りのその黒い部分が多いから多分魚眼レンズじゃダメなんだな。というわけでちょっと魚眼レンズは失敗に終わったんですけど、次はワイドレンズで世界最高峰の画角を見せてあげましょう。まあこれが普通に撮った時で、ワイドレンズをつけるとこうなります。おー、広い。というわけで多分ワイドレンズならひょっとしたら黒い部分が少なくなりそうなので、ちょっとワイドレンズ ×5 でやってみましょう。これもなんかガムテープとかで重ねた方がいいレベルだな。これやばいやばい。これ来てる。わ、これはやばいよ。わ、完全に来ました。皆さん、スマートフォンでこんなレンズ見たことありますか？もう一眼レフみたいな感じですよ、これ。こんなのないっすよ。早速撮ってみましょう。はい、チーズ。